前に春子が教えてくれた。日本人は皆異常なほどこの花を愛していると。朝飯もできてるぜ。弁当も食ったら車で送ってやるから。お前この間自動改札の前で硬直してたよな。双子なのに俺と秋の身長差がついたの。レンガ切るとストイックで。店出すって言ってたけど何すんの。あんまり遅いと夕食の支度間に合わなくなるだろ。夜はバーに切り替えるけど、そっちのオーナーは別にいるから。生姜作った伊勢海老はそいつからもらったのな。元客でインテリアデザイナーとか。春のことは大体どんな男か理解した。店辞めるときに選別で。いちいち腹を立てることでもないと分かってはいる。不敬なんだから少し見学させろよ。誰かに何か言われたらお兄ちゃんって呼べよ。今日から行ってきますとただいまのキスはお前からしろ。俺はお前が嫌ならもうしない。3日も後ろに座っとんのに誰と来たか。何遍も呼んどんのに自分耳悪いんかい。今朝の外国人の兄ちゃん、お前の彼氏。あ、いや、学校の下駄箱前でかますなんて仲ええなと思って。家で。あいつは昔からそういうのにうるさい。こんな何も知らんような顔して男と同棲。今のところ春の好きと俺の好きは全然同じじゃない。お前さっき担任に適当に部活入っとけって言われてへんかった。ただ他人とのコミュニケーション不足を指摘された。お前ほど妙な日本語を喋ってるつもりはない。日本中の関西人を敵に回したと思え。なぜ今帰るところだとわかる。なんだよ迎えに来てやったのに。確かにあれが相手じゃ部が悪いの。おいよ、お前俺の名前覚えとるか。黒崎十世、同じクラスだ。少し喋り方も中身も変だが悪いやつではない。ランラン、ハルさん帰ってます。なんだよイク、ゴキブリでも出たか。レンレンとハルさんのイチャつきっぷりは心臓に悪いんだから。ただいまの中くらい普通だろ。だからっていつまで咲いてるつもりだこの花は。今からイクの実家の畑見てこようと思って。ん、無事に自動改札通れるといいな。大丈夫、今度は落ち着いてゆっくりね。朝早くからすみませんでした。てかハルさんって前からそんな飯作るの好きでした。あれで一応気にしてるから本人の前では禁句な。去年日本に来てからあいつ二度も体調悪くしてんだ。俺ホストやってた時は時間がなくてコンビニ弁当ばっかり食わせてたんだよな。だからハルさん今度は自宅のそばで飯屋なんだ。これからあいつの背が伸びなかったらやっぱ俺のせいだと。レンレンがハルさんの大事な弟ってことはよくわかりましたけど、ある日女の子連れて帰ってきちゃったらどうするんすか。あんな色気ねえガキにそんな気になるかって。俺が色気もないただのガキ。小野寺の大家さんからタヌキ預かるって話聞いた。怪我がちゃんと治るまでしばらくお孫さん宅にお世話になるからって。まるで十字架を背負ったような顔で夕飯をお作りになっていました。兄さんたまには思い知るといいよ。早く出てこないとみんなイクに食われちゃうんだからな。もしかしてまだレンレン怒ってんすか。はい、店の図面。犬の散歩でもしてこよっかな。ちょっとあんた何現実逃避しようとしてんの。いっつも弁当持参やったくせにまだ学食か。しかしここの学食はちょっと高くつくのが難点やわ。俺なんて母ちゃんが再婚して東京に来るまで再婚するって決まった時も16も年下の兄弟ってどうなんやろ。恵まれていることに気づかない奴もいると。レン、お前唐揚げ好きか。くれてやる。なんでや、男なら肉を食え。でしょ、レンレン好物って聞いたし。そういや内装の見積もりって出てる。大事にされてるといつだって後から気づく。こうやって相手の寝室に忍び込んで夜のお誘いをすることだよ。桜はもう全部散った。ならいつまであの部屋で俺は一人で寝ればいい。もしかしてずっとこの部屋に来たかった。一緒に暮らしてからずっと俺と同じ部屋で寝てたもんな。大事だからなかなか手出せないものだってあるんだぜ。これからは一気に食うことにする。この子一体何の話かな。だけど俺は昔レンが取ってきてくれたあのブラックベリー以上の美味しさを未だ味わったことがない。お前が最近うちに入り浸るのはそういうことか。だってハルさんのご飯美味しいんだもん。ここの隣ハルさんの寝室でしたよ。お前がレンのイチゴをぶんどるから俺が噛まれる羽目になるんじゃねえかよ。そもそも喧嘩なんてしてない。そういやタヌキってトイレのしつけできんの。レンレンが抱いてるあの動物ってタヌキじゃないっすよね。長男と末っ子の関係は相変わらず微妙。タヌキも犬と同じ犬化らしい。お前と住むならこの近くって決めてたんだ。カナダ育ちのお前に東京は都会すぎるもんな。カナダから日本に戻ってもう半年か。だってお前自分でやるといつも深爪するだろ。うさんくさい笑顔と顔ごっぷりは。兄貴に木を買って言えばわかるって。家にあげて茶でも出しといて。血の兄貴あんな趣味だった。まああの人昔から女の趣味は悪いから。悪い、お前くんのすっかり忘れててさ。そこの双子の弟らが私を家に入れたくないみたいなのよ。前に話したろ、
店の夜の部は別にオーナーがいる。昔から春の弟自慢は腐るほど聞いてるから。知らない人間と犬にはついていくんじゃないぞ。うわ、全然変わってないわこの男。お互い歌舞伎町で再会した時はびっくりしたけど、出たり消えたりしてたと思ったら。弟たちの前で俺の悪口やめてくんないかな。だいたい行くも行くよ。あんたなんかに心酔して一緒に店やめちゃ、いつの間にか縁の下に住み着いてたらしいから。俺は大きい犬と兄弟同然に育ったから多分怖いんだろう。でも縁の下で拾ったってことはもしかして迷子だったんじゃない？それにしてもこの見積もり低すぎない？それなら知り合いが店閉めるから使えるもんは持ってけって。また様子見に来るからサボン内で働きなさいよ。夕飯前の一家の主婦を連れ出せないわ。たまにうちの店に飲みに来るのよ。もういいかなってあんたのこと話したら。これ以上。でも本気で探してるっぽいから。はい、これ彼女の連絡先だけど、あんたには年上の優しい女が似合うと思うのよ。弟ってだけでこんな子供の面倒を見るなんてね。お前の世間知らずっぷりは担任も心配だってよ。今時カラオケもゲーセンも経験がねえって大笑いしてた。少なくとも普通の高校生でいたいなら。それよりお前、原告の授業以外ノート取らないんだって？それと春子の昔の仲間がネットでいつでも講義をしてくれてた。春子さんの言う大学レベルってハーバードだよね。あの女一体何考えてんだ。それに来月から週に何時間か。そっか、娘でお前をここに入れてよかった。本当の飼い主がいるんじゃないかと思うんだが。そんなこと気にして暗くなってたのか。最近ずっとタヌキと一緒にいるよな。なんや、死ぬほど恥ずかしいカップル。工事はゴールデンウィーク明けからってことでいいですよね。俺金に困ったらここんちの子になる予定なんと。初めて本気で好きになった女なのよね。年上だけどほっとけなくて、でも結局は聞いてくれなかった相手。それで思い切れるような根性あんたにはないから。悪かったな、忘れてて。お前いつも切りすぎなんだよ。不器用な蓮には無理だろ。一体何なのよあの長男と。それで あんな兄弟ややってたまるか。もうあの二人実つながってない兄弟だ。両親が亡くなる前に養子に入れたみたいで、だいたい春さんが手放したら蓮施設行きじゃないですか。だって清香さんが蓮邪魔みたいな言い方するからでしょ。こだわるのは勝手だけど一銭も出さねえからな。店プロデュースしてくれって言ってくるやつ。私昔春にあっさり振られた口だから。春の中には3つの区分しかないの。でもそのどれにも当てはまらない人がいるの。とにかく彼女は今春にすごく会いたがってる。あの男根っからの女好きなのよ。家族って増えるものなんだから。いつも早く寝ろと口うるさいくせに。島がなんか録画してるみたいだぜ。A pretty girl can get a teenage boy to do a lot of... お前は根っからの女好きだって。消えろ俺の黒歴史。俺は関係ない。お前が働くのも広い家に住むのも飯を作るのも、俺はお前が望んでないことなんか何一つしてほしく。今朝まで一人で寝るの嫌だって俺の部屋で寝てたくせに。俺の望み通りにすればいいって。俺の望むこと以外してほしくないと。お前の大事な犬もこの部屋に入れない。知らない、こんな男。こんな風に俺を無視する男は知らない。てめえ、したか。いい年して酒なんぞに飲まれてるからだ。ああそうだな、酔っ払ってこんな真似して悪かったよ。弟のお前になんか本気で手出すわけねえだろ。昨日遅くにレンと騒いでなかった？さあタヌキ連れて行ったから散歩じゃない？どうにかすんだろ、小遣い渡してんだし。結局公園の外周を3遍回っちまった。あんな風に言わせてしまう気はなかった。いやちょっと久々に汗かこうかと思ってな。リサンチの近くタヌキの飼い主さ、元々の飼い主が探してたら気の毒だろ。タヌキ飼い主は一人暮らしの老人で一月も前に亡くなってた。じいさん家に住み着いたのも飼い主に似ていたからじゃないかと思う。なんでわざわざタヌキの飼い主探そうと思ったんだ？帰る家があるなら帰った方が幸せだろ。あそこはお前の部屋の前に大きな桜の木があって。くそ、ごちゃごちゃと頭痛くなってきた。秋や島のようにどうもうまくお前と距離が取れない。そうじゃなくて、お前が望むならもう必要以上に俺に構わなくていい。そろそろ寝ないと兄さんに叱られるよ。それは今までとは何かが変わるってことか。ただの弟って今までとどう変わるってんだよ。デン、眠れないならコーヒー入れてやろうか。誰だ、腹減って眠れねえなら駅前にラーメン食いに行って。俺絶対ラーメン、しかも豚骨で。それ偏見だから。いや深夜のラーメンならさっさと俺の部屋行って寝とけ。何あんなガキに気使わせてんだよ。鈍いのもここまで来るといっそ感心するな。一度逃げられたくせに学習能力ねえんだよこの。いつもは何も言わずにさっさと兄貴の部屋に行くくせに、どれも自分から言い出すタイミングが見つけられなくて。つうか兄貴が蓮にべったりすぎて俺らが入り込む隙もなかっただけだろ。その気がねえなら蓮にはっきりそう言ってやれば。
ごめんなさい。眠くなるかと思って少し本を読んでいただけだ。うわ懐かしい。お前に昔読んでやったの覚えてるか。覚えてる。これはカナダのお前の本棚から持ってきた。大事なものなら春が自分で持っておくのが一。ただの弟でいると俺が言っても。あれ、レンはとっくに出てったぜ。今日から店の改装工事が始まるんじゃなかったっけ。今朝限り送り迎えが当分できないって。おお、珍しいな。今日は彼氏の送迎やないんか。ゴールデンウィークどうやった。どっかデートでもしたかいの。春のところに女の客がずっと出入りしてたから、大抵自分に自信がある女がほとんどだ。昔から春とは親しいようだったし、俺のことをよく思っていないのだけは春に告白して振られたとも言っていた。なんや、随分な自信やな。そろそろ夕飯の買い物行かねえとな。仕方ねえな。ほら本でも読んでやるから我慢しろ。灰色狼のホワイトファングは4分の1だけ犬なのか。春子の父親は狼ってことか。ったく昼間からボケっとしちゃって。今日から工事って言うから様子見に来たんじゃない。なにこのボロっちい本。あのガキンチョが無口なのは日本語が苦手だから。一言も喋んないし睨むし、すぐ噛みつくし引っかくし。あの末っ子養子なんですって。道理で春にべったりなはずよね。生まれて初めて人に優しくされたから。くそ、あの野郎つぼしつきやがって。そんなの俺が一番わかってるっての。それより悪かったな、送り迎えしてやれなくて。お前もこれから忙しくなるんだろ。何か手伝うか。冷蔵庫にプリンが入ってるから後で食えよ。散歩は行く、プリンも食え。俺が8つの時とまるで変わっていない。課題がある、まだ終わらない。シングルに2人じゃ狭いけど一晩くらいいっか。俺の苦手な原告の課題で苦しんでる横で寝るのかお前は。ああ痛い痛い、髪やばいか。嫌だね、俺お前と一緒じゃなきゃ眠れねえ。別に避けてない、今だってこうして話してる。この間ここでお前にひどいことをしたから、レンに嫌われたらどうしようって、俺を置いてカナダに帰ったらどうしようって考えると。春の欲しいものはいつでもそばにいてくれる優しい家族と、どれにも当てはまらないって気づかれた俺はきっと春に失望される。やべ、結局課題終わんないうちに寝かせちゃったよ。普通好きだって相手の前で平気でこんなに熟睡しねえよな。もしかして俺は昨日あのまま寝たのか。お前二度とこの部屋入ってくんな。英語の課題が免除される代わりにこれが出る。お前の場合つうか最近の若者文化にだいぶ不自由しとるで。なんやあのズカブみたいな姉ちゃん。なかなか女子棟から抜ける機会がなくてな。ほういやお前んち店やるって近所で評判になってる。黒崎従前に近藤キリだ。原告の課題に困ってる、チェックしてくれ。春と近所の動物園に。お前これ小学生の日記か。お前の情緒が小学生並みだということが分かった。この課題はお前向きじゃないが、与えられるべくして与えられたものだ。このインテリチックな会話。じゃあそろそろ戻る。昨日は課題の途中で寝てしまった。もし寝足りないなら保健室行けよ。いや、お前たちのペースに合わせる方が辛い。大した距離でもないのに息が上がる。カナダじゃずっと犬たちに合わせて走ってばかりだったのに。あえな、さすがロッキー育ちは違うわな。散歩の時間を増やさないと。あ、はい、今から迎えに行きますので。キヨ、悪いけど後任せていいか。今日は大事な課題提出って言うから。これやっぱ返すわ、俺には必要ない。必要ねえだろ、きっと向こうもさ。だから昔傷つけたことちゃんと謝りたかったんだ。今お互いの頭を締めてるのはきっと別の顔。びっくりしたわ、お前走り終わっていきなりぶっ倒れるから。兄ちゃんには電話しといた、迎えに来るってよ。汗すごいで、着替えるか。いや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 、なんでもないです、すいません。レン、お前はっきり言え。何を。じゃあお前ら今どうなってんの。どうにもなってないのにこんなのつけてくるわけあるかいな。話せ。いいから全然かい。うちのレンに何してんの。熱は38度ってとこだな。弟には手を出さないって言わなかったか。可愛く言わないと合格点出さないからな。呼ばないでほしいって心のどこかで願ってる。言えるぞこの変態。結局彼氏やなくて兄ちゃんやったんやな。じゃああの首のキスマンがやっぱり兄ちゃんの仕業か。ってまた新しいのついてるんですけど。見せてみ。やめろ、キス展開。末っ子の友達が花持って遊びに来てくる。あの僕黒崎従前います。お姉さんは。私実はお姉さんじゃなくてお兄さんなのね。通りで女の匂いがしないと思った。俺もお前の匂いすげえ好き。なんつーか、もうお客さん集まってきてるけど。これうちの店の看板、
レンレンつけてきてもらえるかな。知ってた？レンレンのためにハルさんが作った。レンレン、日本に来てからよく熱出すって言うから、だから調理師免許も取ってこうして自宅のそばで食い物屋なんだって。あと背が伸びないのも気にしてたしね。おーレン、朝飯できたからな。今日の弁当は梅しそのり巻きでいいか。俺以外の奴らがいる前でそんな姿晒すんじゃありません。大体前か、ものすごく下心のにじみ出た説教だな。外から先生呼んでの特別講義、今日で3度目。今日は教授と使ったマイクロプロセッサコンポーネントの実用化に。俺はお前の担任だが、ただの体育教師なんでな。一緒に講義受けてた教頭がさっき胃薬飲んでたぞ。それをタメ口、その上無愛想な受け答え、笑顔なし。今時の幼稚園児だってもっと達者のことを喋ら。お前は正直で勉強もできるが、どっちにしろバカがつく。偶然だけだろ。まああいつは本当のバカだけどな。お前はクラスメイトの顔と名前を覚えろ。こっち入りなよ、ハルさん時期休憩だから。喉乾いたろ、何か飲む。やれやれ、俺見たさに毎日この時間まで粘ってる客が増えてるの。ほらレン、アイスティーと紅茶とバナナのマフィン。なんだお前、さっきの話聞いてたのか。もしお前が女なら心配して俺は夜も眠れなくなるね。そっか、帰ってくるなにブスくれて。学校で何かあったか。日本語ダメか、難しいか。ハルコさんも日本語が母国語なわけじゃないしな。かえってその環境が良くなかったのかもな。クラスの女の子たちがいろいろ教えてくれたからさ、特殊な環境で育ったってことで仕方ねえんじゃね。単に感情が未発達で複雑に枝分かれしていないってだけなんだけどな。普段は無表情、そのくせ感じたものは隠さないから。どうでもいい、お前はいつもヘラヘラしすぎる。俺は大好きなお前と暮らせて毎日幸せだからな。何か俺にできることは。そういやこいつって性欲とかあんのか。考えたらこいつと毎晩一緒に寝るのって俺ほんとやばくね。俺は平気だが大丈夫じゃないのはお前の方だ。人をタダでこき使ってるえセクハラターいい度胸だ。秋は機嫌いい時以外は大抵怒ってるだろ。あれだよ、秋の雷の原因は島が家庭教師している先の生徒。ああそりゃないだろ、相手は中学生だし。でもあれだな、今学校行ってないみたいだし、親が離婚したりクラスメイトとうまくいってなかったり。の割に元気そうなのは大好きな島がそばにいるからか。今何時だと思ってんだよ、呼ばれて出ていくなんてアホだろ。一応面倒見てる子だし放っとけない。他に甘えるところがないんだし、親がそばにいない寂しさは俺らはよく分かってるだろ。あいつがこんな風に誰かに面倒をかけたことあるか。おいこら、騒ぐならどっか行け。何だってこいつが。夏川のお嬢様はプチ家で今うちの前に来てるんだ。じゃあ行ってくれ、先寝てていいから。こんなところで寝るな、風邪をひく。部屋に戻ると秋がうるさいからつい。こんな朝早くから走りに行ってたのか。俺らが夜中に騒いだから。レン、あまり寝てないだろ。成長期に体に負担かけすぎると身長伸びなくなる。家庭教師のバイトというのはそんなに親身になることなのか。事情があって親と離れて祖父母と暮らしてる。そのせいで転校先での学校生活もうまくいってないんだ。あの子供が似ているのはお前じゃなくて秋の方だ。こんな年下の子供にあの兄がかなわないのがよくわかるな。本当にどうでもいいものを大切だと思い込む。名前は全て名簿順に暗記した。ほらほら担任、レンに何さしとんの。この手の不器用なやつは愛想笑いくらい身につけさせんと。あーせやな、俺もレンのバカ笑いしとるとこ見てみたいわ。黒崎、何もそこまで言わんでも。秋と一緒に店の方に呼ばれて行った。昼間の常連客がバーの方に来てて春の食事が食べたいと言ったそうだ。少し待て、温め直せ。サンキュー、荷物置いてくるな。箸の使い方は誰に教わったんだ。だろうね、箸の持ち方が同じだ。食事の仕方もそっ。ナイフやフォークの使い方、朝夕の挨拶や怪我したり具合が悪かったり嫌なことがあったら誰かに話すこと、たった一夏で全部春が俺に教えてくれたものだ。全部春から教わった。この子供は本当にいいけど、店の方終わったのか。だく、結婚記念日ならもっといい店行けってな。元ホストってなんとなくバレてる。この調子じゃ元客がいつなだれ込んでくるやら。上がってるよ、じゃあこれ借りてくな。ああ、そうかよ、好きにすりゃいいだろ。俺の知ったことか。ああ今日は俺すげえ働いた。悪かったな、今日は一緒に夕飯食えなくて。それに島が帰ってきたから一人じゃなかった。そっか、島か。お前ら二人で何話しながら飯食ってたのかと思って。何を、お前ら俺の悪口で盛り上がってたんじゃねえだろうな。教えたのは俺だもんな、お前が何でも手づかみで食おうとするから。春に教えてもらったものは他にもいろいろあると話した。あのクソ生意気なガキンチョが。でもお前すっげえ可愛かったし、今も可愛いけど、あの時の努力は無駄じゃなかったって実感するからさ。レン、どうした？
お前はいつもそうやって簡単に笑うな。まあ無理して笑う必要はねえけどな。アキや島にも一度だって言われたことはない。うわっ、何この不意打ち。子供の俺はそれが不思議でたまらなくて、何度も何度も春の顔を見ていたような気がする。笑い方を知らない子供のために。明日も店だろ、あんたも寝れば。俺今日は蓮の前ですっげえ格好悪くてさ、とにかく今日はダメだわ。あいつ不意打ちなんだもん。俺はひどく傲慢で一方的に与えるだけだと思っていた。それが不意に返されて、まさかの無防備だったところに落とされた。